締められますね。はい、いや助かりますね。いやー本当びっくりした。なんか今日いろいろありますね。いや僕は別に名古屋から帰ってきただけでも途中渋滞に巻き込まれたぐらい。いやもうなんかね、違うんですよ。やっぱマギーさんとはね、あのプライベートはすごいね仲いいのでね、いろいろね、ちょっとね、舞台があったり、そうで僕も名古屋から家族がこう帰ってきて、はい、でちょっと家族の時間がやっぱり大事になって、うん、なかなか会えてなかったんですよね。そうなんですよね。そんな寂しい中、ああ結構こうツイッターに書き込まれたらね、それは慌ててくるわけですよ、ね。うん、基本寂しがり屋じゃないですか。そうですね、基本寂しがり屋ののくちゃんファンですから、ええ、それは空いてれば来ちゃいますよね。空いてれば来ちゃいます、ええ、ありがたいな。ということで来週も来てくれるのかな。いいと思う。こんなに恥ずかしい、こんなに恥ずかしい言うともないな。いや、わかんないよね。スケジュール見てまたそれ、そうね、全然ね、わかんないからね。小声で言っちゃいました、ね。はい、ちょっと大丈夫かなと思いながらね、スケジュール見ながら。僕だってそんなに暇なのかなと思って。そんな暇だったかな。ちゃんとスケジュール確認してくださいね。はい、確認して。はい、僕もスケジュール確認しますね。わかりました。まさかいないっていうパターンもありますからね。マギさん。もうノクちゃんじゃなくてマギちゃん、はい、その時ゲストに師匠呼びますから。もうなんか変わってるぞ。つけたらびっくりした。あれなんだこれ。赤と黄色なんだって。赤と黄色が座ってるっていう方がね、まさかのあるかもしれない、ね。そうですね。休みの日にあるかもしれないです、ね。そうです。休みの日はマギちゃんになってるから、ね。マギちゃんになってるかもしれないということでね。はいはい、暇一応ね。結構、はい、暑い。いやもう暑いですよね。最近どうですか。話下手だな。最近どうですかって。最近どうですか。最近僕マギーさんから連絡なくてすごく困ってるんですけど。いやいや僕だって寂しかったですよ。一応なんかツイッターで、はい、その動向は確認してるんですけど、はい、まあ、なんか。メールしにくいなと思って。まあね、ちょっと家族とかがね、やっぱり忙しいと、なんかやっぱり家族サービスっていうのは必要じゃないですか。すね、このセンスもね。これいただきました。はい。せっかくなっちゃった。ありがとうございます。余ってるのもしょうがない。こんなしょうがないですよね。やっちゃうしかない。僕センスで思ったんですけど、そうそうですね、これセンスあるじゃないですか。はい、これセンスって。はい、この幅が短いのと長いのあるじゃないですか。はいはいはい、それどう違うんですか。聞く。どこの幅ですか。ここの幅、この布の部分と竹の部分が布の方が多い時があるんですよ。はい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 、はい、で僕の見解でいきますと、はいはい、多い方が涼しいんです。そうですよね、風量が、はいはいはい、え、うんと、まあね、多分ね、はい、見てる方もそうだと思うんですけど、はい、どうでもいいんじゃないかって。何だそれ。ということでね、ほんとそう思いますよ。そんな感じなんですよ、はい、あれですか、グダグダですか今。大丈夫ですよ、これ見てください。お、はい、おっと、今日はじゃあ1万円を使ったマジックをね、しっかり見てください。これね、1万円札ですね。はい、いいですか、これ見えますかね、1万円札、はい、1万円札ですね。ほんで引っ張るんですよ。はい、と1万円が、あ、でかかったすげえ。ペジタでも何でもないですよ。でっかい1万円札を持ってただけですよ。だって最初にね、そうそうそう、だ普通は元 のこういう大きさ見せますけど、初めからこういう持ち方っていうのも怪しいですからね。でもチャットの方からすごいすごいから。いやいやいや、ありがとうございます。3500円で買います。東急ハンズです。東急ハンズで買いますからって、全てこっちですよ。お金出せば全部解決するんですよ。なるほど ね、うん、就職とか今皆さん大変だと思いますけども、はい、就職したい方はぜひマギー1万円簡単に入りますから。そっちですね。もう師匠とお茶飲んだらすぐ弟子入りできます、ね。なるほどね。じゃあ僕からも、はい、就職困難だと思いますので、はいはい、ぜひ、ブレイクポイントの、マネージャー候補にということで、人手が足りておりませんということで、ね、よろしくお願いします。マネージャーも頭を下げておりますということで、ね、はい、よろしくお願いしますということで、でね、ぜひね、こういうね業界に興味があったりね、うん、あと AD もね、募集してますんで、どんな、こういう、ね、
勉強会に興味がある方はぜひね、あのこちらまで。ここで、ね、こちら出ないですよ、ね。出ないですよ。じゃあ、こちらも。ここも出ないですよ。出ない。今空いてるだけですね。ここ何消し使ってない。スペースしか空いてないでしょ、これ。今日結構残りますね。何話しても残りますね、結構。だから今日ちょっと僕が突然来ちゃったから、すいませんね、なんか。そんなことないです。本当だから、いろいろ手品とか持ってくればよかったんですけど、はい、慌ててたから何も持ってきてないんですよ。あで、あの1万円だけっていう。そうそうそう。あ、でもね、最近ね、はい、新ネタがあるんですよ。何ですか？輪ゴム。輪ゴムのネタ。はい。輪ゴムネタ。できるかな？いいですかね？はい。ちょっと。あ、じゃあね。はい。これ見えます？ここに輪ゴムがかかってるの。どこですか？ここに。あ、なんか見えますね。見えます？はい。大丈夫ですか？手元寄ってて大丈夫ですか？はい。ここ見えますか？はい。はい。ここに輪ゴムがあるの。はい。で、これがこっちに移動するんです。はい、こっからこっちに。はい。いきますよ。こっちありますよね。はい。ワン、ツー、スリッてるとこっちです。おー。地味でしょ。地味ですねー。これね。地味ですねー。でもこの手伝いで。すごい。ちょっと手出して、手出して、手出して。いい。ここ今、これね、輪ゴムが見づらいんですよね。はい。ここにね、ちょっと色付きじゃないから輪ゴム見づらいんですけど、ここにありますよね、はいはい、この輪ゴムがね、はい、こっちにね、ポンとこう移動するの。おー、すごいでしょ。ただ、ね、地味でしょ。いや、でもね、これすごいですよ。これね、これね、すごいんですよ。ただすごいけど、地味すぎて、はい、ここぐらいでしかあやとりすんなって。ここぐらいでしかできない。なるほどね。なんであやとりです。合コンで使えそうですね。あ、こんな合コンで使えますよ、はい、だから皆さんこんな覚えてたら今から教えてもらっていいですか？ いいですか、はい、じゃあ簡単なやつを教えましょうか、はい、あのじゃあね、ここにこういうここにこれ有名ですけど知ってます？こういうふうにこうこっちにありますよね、はい、薄ってるとこうこっちに変わるんですよ。おお、地味ですねー。あのね、輪ゴムの手品は大体地味なまず色味が似てますからね。大体こんなぐらいですね。こんな見づらいもん。これテレビだったら完全に放送事故ですよ。普通の番組だったら放送事故ですよ。打ち合わせもなく、ツイッターでその場で出れる番組ですからね。ツイッターで。まああの今日はあの、はい、ロジーさんの、はい、手品講座でしたということで、のっちゃんもそろそろ終わりにしたいと思います。来週ちゃんとやりますから。はい。ありがとうございます、はい、本当に。じゃあ、 あのエンディングも一緒に迎えていただいてよろしいですかね。はい。ね、はい、本日ののくちゃんでした。そして、のくちゃんでーす。違うか。はい。出演の久保直樹でした。お、何これ。え？あの紙でこうやるの？六房直樹になってんじゃねえかよ。おい。ちょっと個性出してみましょう。おい、のくぼうな、おい、もうこれ、棒になってんじゃねえかよ、これ。もう一時期、のくぼうなんてのも、おい、のくぼうなってんじゃねえかよ、これ。はい、これさ、支えんなさ、それ決めたんでしょ。今日のオリジナリティセンスな。そして、そして僕が、そして僕が、そしてさん、すげえ。なんでこんなすぐできんの。いやうちのササヤンやるんですよ。ツイッター書いてここに来た後にやったってことでしょ。そうなんですよ。すげえ、はい、これ消すよ。ひゅっおパチャパチャ落としてるどっかでパチパチ落としてるのよ。そんな上手にはいかない ね。はい、そして、制作神岡部長のお二人でした。はい、ありがとうございました。うわすごい。はい、そして企画相方ブレイクポイントでした。わーすごいすごいすごい、ありがとうございました。ありがとうございました。来週またお会いしましょう。お会いしましょう。17日です。お会いしましょう。ではさよなら。お会いしましょう。お会いしましょう。ツイッターでお会いしましょう。はい、OK です。お疲れ様でした、ね、お会いしましょう。お会いしましょう。はい、 OK です。皆さんお会いできるのか。できるのか。オッケーです。お会いしますできるのか。できるのか。どうこの野郎。どうそうだこの野郎。ハロー。